シェイク・アブドゥラ・ビン・ナッサル・アルタニは、カタールの実業家、王族。2010年より、プロサッカーリーグリーガエスパニョーラ・プリメーラ・ディビシオンのマラガ CEF 会長。ナッサル・ビン・アブドゥラグループで副社長を務めている。この会社は、セラミックのタイルから大理石彫刻用の石、観光事業、電子工学技術の輸出などを手掛けており、松田。 現代自動車といった大手自動車メーカーにも技術を供給している。2010年6月3600万ユーロでロレンソ・サンス会長からマラガ CF を買収し、クラブをレアルマドリーと FC バルセロナに対抗できる存在にすることを目指して大規模補強を開始した。 年間予算をそれまでの2500万ユーロから7500万ユーロに増額し、2010から11シーズンは監督にジェズアウド・フェレーラを招聘したが、序盤戦から降格圏内に低迷し、急接終了後にフェレーラ監督を解任した。後任にはマヌエル・ペジェグリーニを招聘し、自身が兼務していた。 スポーツディレクターの地位にスペインサッカー協会からアントニオ・フェルナンデスを引き抜くと2011年1月の遺跡市場ではジュリオ・バチスタ、エンゾ・マレスカ、マルティン・デ・ミチェリズ、イグナシオ・カマーチョラを獲得して戦力を強化し残留を勝ち取った。さらに RCD ・ RC s スパニオールから育成のスペシャリストであるジョセップ・マネル・カサノバを引き抜き、株組織を重視する姿勢も見せている。 2011年夏には6000万ユーロを費やし、ルートファ・ミステル・ローイ、ヨリスマ・対戦、ジェレミー・トゥララン、ナチョモン・レアル、ディエゴ・ブ・オーナーノッテ、ホワキン・サンチェス、セルフィオ・サンチェス、サンティカ・ソルラなどの有力選手を次々と獲得した。ゼネラルマネージャーには、フェルナンド・イエローを招聘し、クラブのバックアップ体制も整えた。ありがとうございます。